はい、みんなどうも、後藤真希です。最近いろんなね、投稿の動画のねコメントを見てると、最近の使ってるアイテム教えてくださいとか、メイクとかのね、そういうのがあったので、今日は最新の毎日メイク的な、そういうのをやってみようと思います。ちなみに今の状態はベースだけ塗ってあります。って言ってもさ、私のベースこれだから、じゃーん、これね、ランコムの UV エクスペールトーンアップローズってやつ。これめっちゃ人気だよね。アットコスメ的なとこでもめっちゃ人気だと思うんだけど、ファンデーションではないんだよ。まあ日焼け止めと、まあ、ファンデーション塗る前のベースみたいな感じなんだけど、今日これ塗ってるの。こう塗るとさ、なんかツヤが出て肌がちょっとワントーンアップするのさ。このね、下地はね、めっちゃ優秀だと思って、最近は仕事する時にファンデーション今日塗りたくないなって思ってる日とか、そういう時はもうこれだけでいいやって感じですね。でこのコンシーラーも、こう24インチコスメのコンシーラー、確か柏木由紀ちゃんとかもおすすめみたいな感じで YouTube 載せてたんだけど、めちゃめちゃ優秀だから、あ、ゆきりんもこれ使ってるんだっていう感じで見てた。あとテクスチャー的にちょっと硬すぎず柔らかすぎず、柔らかいから硬いあったら、レベル的にこう硬い寄りのこの辺って感じかな、わかる？これで見た方がいいね。柔らかいでしょ、硬いでしょ、この辺の真ん中より気持ち硬い寄りだから、私は柔らかすぎると結構よれちゃう方なんで、これぐらいがちょうどいいと思ってずっと使ってる。ちなみにアイシャドウこれ使ってます。じゃん、シュウエムラさんのアイシャドウのボックスパレットみたいな感じなんだけど、ワンピースとコラボしてるやつ。これね、めっちゃいいのよ。色がさ、めっちゃ入ってるでしょ。で、私が特に最近使ってるのはこのイエローと、このゴールドのラメと、ここのラメと、この赤と、このどっちかは絶対使ってるかなって感じ。なので今日は最新のメイクでそんな感じで使っていくよ。はい、じゃあまずはアイシャドウのせてくかね。こっちの一番こうカラーの存在感がないやつからちょっと全体的にまぶたに塗っていくよ。こんな感じで。普段ね、あのメイクしてる時は自然光も入れるんだよね。片方自然光で片方ライトにしてて、こうどっちの光でも確認できるようにメイクしてるんだけど、基本はね、自然光があるとすごいあのバラ探しがしやすいのよ。だから自然光でいい感じに気になるところを隠せたら大体綺麗だと思う。で、そしたら今度イエローも指でアイホール埋めてくよ。最近なんでイエローこれ使ってるかってさ、30代ぐらいの人に結構おすすめかも。っていうのも、もちろん10代20代とかの人もイエローを使ってすごい可愛くね、明るい顔になると思うんだけど、30代ぐらいの人ってカラーメイクとかしたいなって思っても、さすがにさ、こうすごいピンクのせるとか、なんならブルーとかグリーンとか、なんかこうカラーをさめっちゃ取り入れようとするとさ、けばくなっちゃうのよ。このイエローの場合だと結構さ、こう人間の肌のさ色にさイエローが馴染んでくれるから、このシャドウを塗ったとしてもこう無理してます感がそんなにないかなと思って、イエローマジ一回使ってみって感じ。結構使えるよ、こんな馴染むのみたいな。しかもなんかすごい馴染むのに、なんかこうメイク、こうカラー楽しんでますみたいな気分になれるから。そうで、イエローをこことこの下乗せたら、今度この赤っていうかオレンジっていうか朱色っていうか、それを目頭とこ
その際の方、目尻の方と、あと下の下まぶたの際、目尻の方にこう乗せていくよ。でこの赤っぽいのを乗せるとちょっとさ、目が気持ちうるうるじゃないけどしてる風に見えたりするのよね。だからこう際だけこういろいろね、濃いめの色をね使って楽しんでる感じかな。でもね、そんながっつりバンバンバンってこう赤黄色って乗せてるわけじゃないから、ちゃんとこう馴染むようにぼかしてあげながら使うと、そんなにね派手すぎなくていいのよ。こんな感じで、こんな感じにこうイエローと赤を使ってって、で今度このゴールドのアイシャドウに元から入ってました風なラメをちょっと真ん中からこうぼかすような感じで、なんかこう塗るっていうより置くみたいな感じかな。ちょっとぼかしてあげて、だからさ、こう30代メイクとかもさ、あんまりなんかラメとか塗ってるとすごいなんかパーティーにでも行くんですかみたいな感じになっちゃいがちな人もいると思うんだけど、そうならないんだよね。こうさりげないラメみたいな感じが私は気に入ってる。こんな感じで、そしたらね、今度もちょっといろいろ使うよいろいろ使うんだけど、この一番ド派手なラメ、こういうラメってマジでどうやって使うのって思うんだけど、これもガンガン使っていく。これも指の腹に乗せてちょっと叩いて、このねまぶたのちょうど真ん中らへん、黒目がありそうなこの真ん中にポンと置いて、こうやって軽く気持ち横にこうなじませるような感じ、こんな感じかな。で下もあのほんと真ん中だけ、この下まぶた、この黒目の下あたりかにポンとこう乗せて、気持ち左右ぼかしてあげるみたいな感じかな。そうするとここがちょっとぷっくらするので、こういうラメとかは基本自分がぷっくり見せたい場所に乗せるような感じかな。でちょっとなんかあの照明の関係とかで、目尻の方とか締めたいよとか、そういう時はこの茶色系のやつも使うんだよね。気持ち赤と茶色みたいな感じのとこの色を使って、この下にガーッとなじませるような感じで、で今アイシャドウこっちできました。こんな感じです。左右ね、塗ってる方と塗ってない方、そんなにさド派手にチェンジしたわけではないでしょ。まあ、こんな感じで普段アイシャドウ塗ってます。で眉毛はアイシャドウここのパレットから使ってやっちゃいます。イエローとブラウンを混ぜてのせてく感じ、軽くのせてって、でも眉尻の形がちょっとなんかこう良くないっていうか、定まらないっていうか、なんか生えてるところと生えてないところが目立っちゃうから、そういうとこだけあのペンシルでね埋めてあげるような形かな。まあこんな感じでいいかな。ちなみにアイライナーは2色使ってます。ラブライナー、両方ともラブライナーなんだけど、こんな感じでね、これね結構使いやすくて、最新のこの私の顔を作るのに結構必要なやつで、下ライナーをねこのオレンジで引いていくわけで、ここの下のねまぶたにね、黒目の内側ぐらいのところから外にかけてこう引いていくとね、なんかこう茶色とか黒とかでアイライナーをこう入れるよりもぼやけるじゃない色が。だからそんなねがっつりはっきり私ライナー引いてますみたいな感じでならないで、まだ単純にこうカラーライナーで私遊んでますよ、でも輪郭ちょっと作れましたよみたいな感じ、イメージ
で、アイライナーはこの一応インに茶色でこう入れていくんだけど、こんな感じで間が埋まりきってないところをこう探して埋めてあげてください。でも最近ほんとアイライナーあんま黒使ってる人減ってきたよね。私もそうだけど、やっぱ茶色ぐらいがちょうどね、濃すぎず使えるから。とりあえずライナーが引けたのでハイライトとか入れとくか。ハイライトはこれです。ラ・ローズハイライター2020クリスタルホログラフィックフェイスパウダーなんだけど、これは私ハイライトみたいな感じで使ってます。なんかあの、なんていうの、バラっぽい形になってるの、ここが、この中が。これね、すごい発色いいんだよ。小指で取って、まずこの鼻のさ、付け根にこう軽く置いて、下まで気持ち鼻半分まで伸ばしてあげます。こんぐらいね、こんぐらい伸ばして、で今度鼻のこの先っぽのてっぺんにこうちょっと丸く置いてあげるの。これだけでも結構ね、ツヤがねめっちゃ出るんだな。今度はおでこにちょっと軽く、あんまり入れすぎるとね、マジおでこテッカテカになっちゃうんだけど、軽くのせてあげて、あと顎もほんとポン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 って気持ち置く程度でいいの。あとはこの口の上、軽くね、乗ってんのか乗ってないのかなぐらい軽くでいい。あとね、こっちにもこう乗せて、ここも三角みたいな、逆三角、斜め三角みたいな感じに乗せて、なんかこうやっぱ高い場所にこう塗ってあげると立体感が出る。これね、韓国のやつ、多分これね、多分みんな使ってんじゃない、超有名だよね。で結構こう頬骨があって、ここがこけやすいのね、顔の輪郭的に。だからここにシェーディングは絶対に入れない。どっちかといえばこの頬骨の位置にこう入れてあげて、こう少しでもここグーンってなるみたいなそんな感じで塗ってる。でこれはね、次セザンヌフェイスコントロールカラー。これもシェーディングみたいな色なんだけど、シェーディングの方とこのノーズシャドウとかそっち系のやつは色を分けてます。シェーディング系の方のやつはあのどちらかというとなんかあんまり赤みがないやつで、ノーズシャドウとかの方は気持ちこの同じ茶色系のブラウン系のパウダーなんだけど、気持ちだけど赤みがあるやつにしてる。なんかその方がね馴染むんだよね。でよくさ、みんなこう鼻をさこう横まで入れてる人多いと思うんだけど、私はここだけでいいの。ここだけつけて、鼻は先っぽとここのちょうどハイライトをここからこう入れて、ここ入れてるでしょ、ちょうどこの空いてる部分があるんだけど、ここに気持ちやるだけで、そうするとなんかあの鼻がキュッてなる感じなの。だからいつもそうやって塗ってる。でビューラーは資生堂のビューラー使ってるけど、これマジであの何年も前のだから、なんか同じブランドのビューラーをねメイクさんが持ってるんだけど、同じ風に使ってても上がり方がね全然違うの。買い替えた方がいいかもしれない私っていうぐらいずっと使ってる。ちなみに今すからこれね、デジャビのブラウンのやつ、こんな感じ。ちょっと気持ち繊維が入ってるから、こうね繊維が入っててまつげが気持ち伸びる。でちなみにホットビューラーはパナソニックのやつなんだけど、これね結構使ってるんだけど、電源のところにスイッチがあって、これ上下こう回転するのよ。だから多分これでうまいことまつげをこう当ててるだけで上げてくださいねみたいな感じなんだけど、
直あんま使わない。次こちらのマスカラ、これはねウズのマスカラです。色はブラックなんだけど、最初使ったのはブラウンのデジャビューでしょ。でこっちで気持ち繊維が入ってるから、まつげを気持ち1ミリでも長くしようみたいな感じで使って、でこれでもうちょっとここの部分はっきりさせたいまつげっていう時に使う。だからね、全体的に塗るってよりはもう気持ち濃くてもいいんじゃない、ここっていう部分にだけ足すようなイメージかな。でこんな感じでまつげをね、上下ホットビューラーでパーってやりました。チークはね、これはロムアンドかな、ここにのせる感じね。はい、というわけでリップ塗ります。でリップはね、ここ数日はこのリップ使ってんだけど、これはランコムですね、ランコムのラプソリュールージュ274番かな、こんな感じ、こんな感じの色かな。最近はこのランコムのやつをこうフォン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 って叩くように置くような感じで、ちなみにこれはねリップグロウオイルっていうやつ、ディオールのやつですね。こうオイルをね上に足してあげて、はい、というわけで顔が出来上がりました。こんな感じです、いつもの後藤巻顔、最近の後藤巻顔って感じかな。このイエローのアイシャドウやっぱいいよね、ほんとおすすめするわ。今年の夏イエローを使ってみてほしい、みんなにも。めちゃめちゃ発色も綺麗なんだけど、こう自然にこうカラーで遊べるからおすすめです。結構喋ってメイクしてるとさ、なんかすごい時間かかったけれども、まあ、こんだけ喋りながら普段の私がいつもやってるメイクをすることってあんまりなかったんで、今まで本当ある意味初だね、こういうメイク動画というか私の中では、まあ、よくね他の YouTuber さんたちは上げられてるんだけれどもね、こういう動画を私の中ではあんまりやったことがなかったので、まあ皆さんのねそのご期待に添えてたのかなってちょっと気にはなるんですけども、楽しんでもらえてたら嬉しいです。というわけでこんな感じでメイク出来上がりました。よかったらチャンネル登録とね、横にあるベルマークを押していただけると嬉しいです。というわけでまたねー。